ルービンは中国雲南省の米族や遺族が作る伝統的なカッテージチーズ。雲南省大理米族自治州北部の東側から県側にかけての地域、並びに石林遺族自治県などで製造されている。牛、またはヤギ、ヤクなどの乳を原料とし、飼育頭数などから大理米族自治州では牛乳、石林遺族自治県ではヤギ自治が主流だという。 これを凝固させるための酸液の準備として、パパイヤの果肉を潰して、十分な量の水を加え、夏季なら半日、冬季なら2日ほど、広口、瓶の中で放置する。この間に、パパイヤや瓶内に付着していた乳酸菌が果汁の糖質を利用して、乳酸を生成し、濁った高褐食で、pH が4.0程度の酸液が得られる。パパイヤのほか。 宝月や水場の葉の汁、梅の実を使う報告もある。3 0 0トルほどの酸液を鉄鍋に入れて45五摂シ五50度に温め、同量の原料乳と少量の食塩を加えて、希釈でゆっくり攪拌する。数秒で凝固が始まるので、固体を取り出し、布に包んで重しを乗せて、水分を流出させると、完成となる。なお、重しをかけずに竹橋に巻きつけながら、 薄く伸ばし、乾燥させると、ルーシャンとなる。また、酸による凝固ではなく、乳酸によって発酵した酸乳をスターターとして加えて凝固させる手法も、報告されている。揚げたルービンルービンの塊を4から5ミリメートルの厚さに切り、ハムを挟んで炒めたものが軽食として販売されている。また、油で素揚げしたもの、長方形に切ったハムなど具材を挟んで揚げたものなど、 様々なバリエーションがある。ありがとうございます。